休憩前に引き続き会議を開きます。日程第6、ただいま議題となっております議第12号、議第26号および議第27号について、各常任委員長から審査結果の報告を求めます。まず総務常任委員長の報告を求めます。総務常任委員長。はい、ただいま議長のご指名をいただきましたので、総務常任委員会の審査結果をご報告いたします。本日当委員会に付託を受けました案件は、議第12号平成27年度守山市一般会計補正予算第8号分割審議第1条歳入歳出予算の補正のうち、歳入全部、歳出、間1議会費、間2総務費、項1のうち、目1、目2、目5、目7、目8、目10、目12、目17、並びに項2、項4、および項6、間3、民生費、項1のうち、目8、および目9、議第26号守山市特別職の職員で常勤の者の給料および旅費に関する条例の一部を改正する条例案、議第27号守山市職員給与に関する条例および守山市教育公務員の給与に関する条例の一部を改正する条例案。以上、予算案件1件、条例案件2件の計3件でありました。本日本議会休憩中に当委員会を開催して、理事者側より副市長をはじめ関係部課長の出席を求め、慎重審議の結果、議第12号、議第26号および議第27号はいずれも全会一致で原案通り可決すべきものと決しました。以上、総務常任委員会の審査結果の報告を終わります。ただいまの総務常任委員長の報告に対する質疑はありませんか。内容でありますので、次に文教福祉常任委員長の報告を求めます。文教福祉常任委員長。ただいま議長のご指名をいただきましたので、文教福祉常任委員会の審査結果をご報告いたします。本日当委員会に付託を受けました案件は、議第12号平成27年度守山市一般会計補正予算第8号分割審議第1条歳入歳出予算の補正のうち、歳出、間3、民生費、項1のうち、目1、目3、目6、並びに項2から項4まで、間4、衛生費、項1、間10、教育費、以上、予算案件1件でありました。本日、本会議休憩中に当委員会を開催し、理事者側より、副市長、教育長をはじめ、関係部課長の出席を求め、慎重審議の結果、
議第12号は全会一致で原案の通り可決すべきものと決しました。以上、文教福祉常任委員会の審査結果の報告を終わります。ただいまの文教福祉常任委員長の報告に対する質疑はありませんか。内容でありますので、次に環境生活都市経済常任委員長の報告を求めます。環境生活都市経済常任委員長。ただいま議長のご指名をいただきましたので、環境生活都市経済常任委員会の審査結果をご報告いたします。本日当委員会に付託を受けました案件は、議第12号平成27年度守山市一般会計補正予算第8号分割審議第1条歳入歳出予算の補正のうち、歳出間に総務費項1のうち目16および項3、間4衛生費項2および項3、間5労働費、間6農水産業費、間7商工費、間8土木費、以上予算案件1件でありました。本日本会議休憩中に当委員会を開催し、理事長より副市長をはじめ関係部課長の出席を求め、慎重審議の結果、議第12号は全会一致で原案の通り可決すべきものと決しました。以上、環境生活都市経済常任委員会の審査結果の報告を終わります。ただいまの環境生活都市経済常任委員長の報告に対する質疑はありませんか。内容でありますので、各常任委員長の審査結果の報告並びに報告に対する質疑を終結いたします。それでは議第12号、議第26号および議第27号について討論を行います。討論はありませんか。内容でありますので、これをもって討論を終結いたします。それでは議第12号、議第26号および議第27号について一括して採決いたします。本件に対する各常任委員長の報告はいずれも可決であります。本件は各常任委員長の報告の通りに決することにご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よって議第12号、議第26号および議第27号につきましては、各常任委員長の報告の通り決しました。お分かりいたします。2月26日、29日、3月1日から4日まで、および7日間は議案熟読調査のため、休会といたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よって2月26日、29日、3月1日から4日まで、および7日間は休会といたします。なお、2月27日、28日、3月5日、および6日は市の休日のため休会であります。これをもって本日の議事日程は全部終了いたしました。来る3月8日に本会議を再開し、代表質問並びに個人質問を行います。本日はこれにて散会いたします。ご苦労様でございました。